ブラックウォールフリゲートノースフリートブラックウォールフリゲートは1830年代後半から1870年代中頃にかけて建造された3本マストで前装母形式のシップ船の通称である。これらの船はイギリス東インド会社のインディアマンの代替として設計されイギリス本国希望峰やインド中国の間の貿易で用いられた。しかし、 1850年代からは、イギリス本国と、豪州やニュージーランドとの間の貿易航路に、活躍の場を移した。最初のブラックウォールフリゲートは、ウィグラムとグリーンによってテムズ川下半のブラックウォールヤードで、建造された。ブラックウォールヤードでは17世紀初頭から、様々なオーナーの下で、東インド会社向けのインディアマンを建造しており、 同様に、英国海軍向けの軍艦建造も行っていた。伝統的なインディアマンの船尾楼が2層であった。一方で、ブラックウォールフリゲートの船尾楼は1層であり、外観は海軍のフリゲートの入れ立ちによく似ていた。船尾楼が1層となったことで船尾の線形は良好となり、船首の水面下での優れた形状と合わせて、1840年代に、 登場したクリッパー船には及ばないものの高速な小船となった。その他に初期のブラックウォールフリゲートは水面上の船首の形状が非常に丸みを帯びていることが特徴でリンゴのようなほっぺだと表現された。最初の2隻のブラックウォールフリゲートは1837年に建造された871トンのセリンパトムと951トンのマダガスカルで これらの名前は、英国海軍のインドで建造されたフリゲートから何代目かの後継者として襲名された。ヤードでは、商船とともに軍艦も多数建造しており、伝統的なインディアマンのデザインに加え、軍艦様式から技術的な影響を受けるとともに、幾分化の特徴を受け継ぐこととなった。このことが、外艦上の類似性や最初期の両船の命名につながり、 ブラックウォールフリゲートという呼び名の由来となった。1875年にブラックウォール・ヤードでグリーン家によって建造された1857トンの鉄製船メルボルンが最後のブラックウォールフリゲートとなった。それまでに120隻を超えるブラックウォールフリゲートがイギリスやインドの造船所で建造された。これらの高速帆船は安全で快適な船とみなされており、 高級品の貿易に用いられた。しかし、そのうちの何隻かは19世紀の有名なナンパ事件の中で以下のようにその名を記憶されることとなった。後期のブラックオールフリゲートの中では1861年に建造された1866トンのパラマタと1046トンのトゥルーブリトンがよく知られている。トゥルーブリトンはオーストラリアやニュージーランドに向けて乗客や貨物、 囚人などを輸送する航海を頻繁に行っていた。この船の写真がビクトリア州立図書館に展示されている。セミクリッパークライド1151と1860年代までブラックウォールフリゲートとクリッパーの主な違いは千尾楼があるかないか純粋なクリッパーには千尾楼は決してなかったが多くのセミクリッパーは千尾楼を持っていた。であり残りの違いは ダンブルホーム船体、もしくは喫水船より還元の方が狭くなっている、船体の形状が、クリッパーや、セミクリッパーより、ブラックウォールフリーゲートの方が顕著であったところである。1870年代の間に、乗客輸送用としては、両船ともに蒸気船と置き換えられた。また、後継の小船であるウィンドジャマーは、貨物船用として建造された。 英国国立海洋博物館目録ありがとうございます。